はい、ようこそ、北海道、聖書研究学院の、クラス聖霊とリバイバルに、出席してくださいました。ではお祈りで始めたいと思います。天国の愛するお父様、今日こうして、また聖書を勉強することができまして、感謝します。どうか導いて助けて教えてください。私を教師として用いて、少しでも聖霊に関して成長できるように助けてください。主イエスキリスト様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。じゃあ教科書をね、聖霊とリバイブルですね、このクラスで聖霊はどういう方か、どういうふうに私たちを助けてくださるかと、学びます。またリバイブルはどういうふうに起こりますか、どういうものですかと、それも、後半で勉強したいと思います。まず第一課、聖霊はどういう方ですか。はじめにというところをご覧ください。聖霊は本当に存在されますか。ユダヤ教やエホバの証人は聖霊の存在を認めません。聖書の教える聖霊はただ聖なる唯一の神とか神の地上の影響などと説明します。つまり三位一体はなくて、聖霊はもう一つ神様のもう一つのお名前、唯一の神様のもう一つのお名前という説もありますね。しかし聖書の教える聖霊は素晴らしい方ですね。ものじゃなくて、影響じゃなくて方ですね。まことに存在しておられる。またいつも人間の益のために働いておられます。その方の神性と性格を聖書で勉強しましょう。まずね、聖霊の神性、つまり本当に神様ですか。キリストの神性はキリストは神であるという意味ですね。聖霊の神性も大事ですね。もしただの影響だったら、神聖性というものを神であるという教えは聖書にないはずですね。じゃあこのクラスね、御言葉たくさんいかなければならないから、私はあまり待ちたくないから頑張って、引いてくださいね。 OK、 じゃあまず A、 1の A、 聖霊の神聖 A、 聖霊は神と呼ばれている。人の働き5章3節と4節、神と直接に神ですと呼ばれていますね。人の働き5章3節と4節をお読みします。そこでペテロがこう言った。アナニア、どうしてあなたはサタンに心を奪われ、聖霊を欺いて辞書の代金の一部分を自分のために残しておいたのか。それはもともとあなたのものであり、売ってからもあなたの自由になったのではないか。なぜこのようなことを企んだのか。あなたは人を欺いたのではなく、神を欺いたのだ。じゃあ3節では聖霊を欺いてと書いてあります。4節では神を欺いたとすると、聖霊は神です。明らかですね。これももちろんアナニアとサピラの、嘘で、それで、初代教会は清められるために、この二人はこうちょっと早く亡くなりました。 B、 聖霊は主と呼ばれている。主ですね。第2コリント3章18節、第2コリント3章18節。ここで主と呼ばれてますね。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。じゃあイエス様は主と呼ばれてます。ここで
聖霊も主と呼ばれています。主と呼ぶのはやっぱり生きている性格があるという意味ですね。神聖です、神様ですね。主とは神様だけですね、聖書の中ね。ヤホバの証人によると、三位一体はないです。だから聖霊様もないです。聖霊の存在を否定します。ただ神様の現れとかね言うんですね。でエホバの証人はキリストは神ではないと教えますね。ユダヤ教もそうですね。現代 のユダヤ教も同じ、ようにキリストは、神ではない。そして聖霊というのは、まあ、旧約聖書で教えられてます。あちこちね、神の霊とか聖霊とかが出てます。旧約聖書にもそれはただ神様の現れとね言うんですね。神様の影響、地上の影響と言いますね。しかし、まあ、旧約聖書だったらイスラエル人たちはやっぱり、偶像崇拝たくさんしてましたから、神は唯一であると教えるという教えは大事でした。新約聖書では教会時代だからもうちょっと神についてあの学びます。で、一つは聖霊はご自分の人格があって、三位一体の中のお一人ということですね。じゃあ、あの、C、神の属性を持っておられる。属性というのは神はこういうものを持っている、こういう方ですと持っておられるね。神の属性はね、あの、この中ね、3つだけ取ってますけれど、全力、まあ、全力と言いますか、偏在、まずまあ、これこのままにしましょう。ここで神様の属性を説明すれば長くなります。まず永遠、聖霊は永遠ですね。これは神様の属性の一つです。ヘブル書9章14節、ヘブル書9章14節OK、お読みします。ましてキリストが傷のないご自身を常しえの御霊、ここですね、常しえの御霊、永遠の神の霊ですね、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は どんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。常しえの御霊ですね。だから聖霊は永遠の方です。それは神様だけです。私たちは永遠の命を持ってますけれど、永遠から永遠までのは神様だけです。哲学的な言い方で First cause、 神様は First cause、 最初の、源、全ての源ですね。私の源は誰ですか？チャールズ・ハイムズ、お父さんのお母さんですね。お母さんの源は誰ですか？ジョン・アール・ライス。ジョン・アール・ライスの源は誰ですか？こういうふうにもうずっともう長く、ユダヤ人ならね、千年前から、ケースはあるかもしれないけれど、最初の源は誰ですか？神様です。だから誰も神様を作っていないんです。神様は最初から永遠から永遠までです。ものが ある前に神様はおられて永遠からですね。だから永遠の方、常しえの御霊というのはこの永遠の性格があるという意味ですね。に、偏在性。偏在性というのはどこにもおられる。これはね、どこの中にもおられると違うんです。神道という考えによると、神道の教えによると、全ての中に神様がいる。で、これはそうじゃないです。偏在性とは神様はどこにもおられる、神様はここにいないというところはないです、ね、じゃあその箇所は詩編139編、詩編139編7節から10節までですね。お読みします。私はあなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。じゃあこれは御霊ですね。旧約聖書のユダヤ人たちはこれは別に神様は、
もう一人のご性格があると信じなかったからための影響ですね。あなたの御霊から離れてどこへ行けましょう。私はあなたの御霊を離れてどこへ逃れましょう。たとえ私が天に昇ってもそこにあなたはおられ、私が黄泉に床を設けてもそこにあなたはおられます。私が、暁の翼を飼って海の果てに住んでもそこに、でもあなたの御手が私を導き、あなたの右の手が私を捉えます。ここまででいいですね。続いて読んでも、構わないですけれど、11節によるとね、闇を私を覆え、12節、闇も暗くなくって、こういうふうにね、どこに行っても神様はいるという教えに、やっぱり御霊ですね、聖霊。じゃあこれは聖霊の偏在性ですね。英語で言うと omnipresence。 omni とはラテン語からすべて、そして presence とは存在ですね。すべてのところに神様は存在しておられます。すべてのところに御霊は、聖霊は存在しておられます。神はここにいないということを言い方できないんです、ね、神学的に。3、全知、すべてご存知です。神様の知らない事実は何にもないですね。第1コリント2章、第1コリント2章10節と11節。お読みします。神はこれを御霊によって私たちに啓示されたのでです。御霊はすべてのことを探り、すべてのことを探りね、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。じゃあすべてのことを探り、聖霊様の知らないこと一つもないですね。今の時代すごいです。人間はだん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 すごいものを作ってますね。この携帯電話だって、その中にタイマーとか、このいろいろカウントダウン、これタイマーですね。こう、あと例えばたくさん辞書もありますよ。辞書ね、住所力とか、カレンダーとかね、目覚め時計、目覚まし時計といいますか、もうたくさんあります。この中、この小さいものの中に人間の知識はだんだん進んでますけれど、まだまだたくさん知らないですね、人間はね。神様はすべてご存知です。聖霊様は神様としてすべてご存知です。じゃあ神の属性はちゃんとありますね。聖霊様はちゃんとあります。D、神の働きをされる。じゃあ店に行って、その中を覗き見て、木材たくさんあって、金槌がある、釘もあって、そしていろんな家具はできたもの、できた家具があって、そして一人の、働き人はノコギリ使って、ノコギリで木材を切ってるという様子を見ると、何だと思いますか？どんな職業ですか？大工ですね。これは大工さんですねと分かるでしょ。じゃあ同じように聖霊の働きを見て、あ、これは神様だねと思うことができますね。その働きは、じゃあまず創造、創造の時は三位一体、みんな三人ともおられました。ヨハネで一章、創世記では神は作られたと書いてありますね。ヨハネに一章一節から三節まで、初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった、で全てのものを作ったとか ありますね。御霊も聖霊もですね、全てのことを作ったという記録があります。創世記一章二節、創
創世記一章だから聖書の初めから聖霊様という方はおられますね。一章二節、死は形、まあ、一節から始めましょう。一節ね、はじめに神が天と地を創造した。じゃあ神ですね。OK、二節。地は形がなく、何にもなかった。闇が大いなる水の上にあり、神の霊は水の上を動いていた。じゃあ、神の霊、創造、神様はすべて創造されたと呼んで、それから、その中、その創造の中、精霊、まあ、霊、神の霊はこう動いて、やっていると分かったら、あ、じゃあ神様の働きですねと分かりますね。次はね、詩編104編、詩編104編30節。詩編104編30節ですね。お読みします。あなたが御霊を送られると彼らは作られます。またあなたの地の表を新しくされます。じゃあ御霊ですね、ね、御霊を送られると彼らは作られます。誰に作られましたか？御霊ですね。聖霊様は作りましたね。それから、呼ぶ記33章4節、呼ぶ記33章4節、お読みします。神の霊が私を作り、全能者の息が私に命を与える。これもね、これは、この呼ぶ記、呼ぶ詩編、箴言、ソロモンの画家、伝道者の書、この5つは全部、のヘブル語の詩です、ね、で詩、ヘブル語の詩はパラレルですね。つまり一回何か言って、そして違う言い方で似てる言葉を言うんですね。いくつかの種類ありますね。信玄の調、特に信玄を調べばこの全部の種類は出ますけど、一つはパラレル、全部パラレル。例えばね、私はペティの主人です、私はペティの夫です、とね、こういう言い方よくあるでしょ、でしょ、聖書の中にね。その反対も、言うことある。例えば、私はペティの主人です、ペティは私の妻ですとね。またはね、私はアメリカ人です、私は日本人ではないですとね。こういういろんなパラレルの言い方で、でこの場合もパラレルで、もう一度読みますけど、33章の4節、神の霊が私を作り、これは一つ目ですね。一つ目の文章、全能者の息が私に命を与える。同じようなことを2回目言った時は全能者、これは神の働きだけじゃなくて、これ全能者というのは神の、属性の一つですね。だからこの呼ぶの一節だけで、一つだけの文章ですごい真実、真理が入ってますね。聖霊は神と同じ働きをする、聖霊は全能者ですね、ってこう分かるんですね。じゃあ神の働きをされる聖霊様、人の働きの一つは、創造ですね。もう一つは救い、ヨハネ伝3章。やっぱり時間早く飛んでますね。たくさん読まなければならないね。ヨハネ伝3章5節から8節まで、ヨハネ伝3章5節から8節までですね。イエスは答えられた、まことにまことにあなた方に告げます、人は水と御霊によって生まれなければ神の国に入ることができません。じゃあ水と御霊、御霊、これは救いについて、新しく生まれること。肉によって生まれたものは肉です、御霊によって生まれたものは霊です。あなた方は新しく生まれなければならないと私が言ったのは、言ったことを不思議と思ってはなりません。何節まででしたっけ、8までですね。風はその思いのままに吹き、あなたはその音を聞くが、
それが どこから来てどこへ行くのか知らない。御霊によって生まれるものも、みんなその通りです。じゃあ、新しく生まれることは御霊、聖霊様の働きです。神様の働き、聖霊の働きと書いてあるから、じゃあ、救いは聖霊の働きで神様です。聖御霊は神様ですね。復活、ローマ書8章11節。ローマ書8章11節。復活も神様の働きで人間できないこと、しかし聖霊はできるから。11節。もし、イエスを死者の中から蘇らせた方の御霊があなた方のうちに住んでおられるなら、キリストイエスを死者の中から蘇らせた方は、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方の死ぬべき体をも生かしてくださるのです。じゃあこれによると、蘇らせる方の御霊、まず、それはもちろん神です。ね。があなた方のうちに住んでいる。それから、あなた方のうちに住んでおられる御霊によって、あなた方は死ぬべき体をも生かしてくださる。じゃあ神様は復活させる、聖霊は復活させる、同じ方ですね。同じ方、okay。 聖霊は神です。三位一体の一人。じゃあローマ数字の1の E、 父なる神と御子イエスと共におられる。2つの箇所だけ言いますけど、あと他の箇所もできますけれど、マタイ伝28章18節から20節まで。これは大命令で、バプテスマの時聖霊様は一緒におられます。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権利が与えられています。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。じゃあ興味深いところはね、言語ギリシャ語ではこの皆というのは単数ですけれど3人おられますね。あなた方にあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊3人でしょの皆単数。ギリシャ語では名前というのは複数できる。日本語でできないね。名前と言えないね。ななとか言えないんですね。ギリシャ語では名前という名詞を複数にできる。これは単数です。一つだけのお名前は三つの方、唯一の神ですね。でここで聖霊様は並べられてますね。入ってます。第1コリント13章14節。第1コリント13章14節。これは第2コリント、ごめんなさい、第2コリント、自分の書いた字ちょっと読めなかった、恥ずかしい。第2コリント13章14節。ないですね。13節。13の13。はい。直します。第2コリント13の13。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。3人ですね。一緒に並んでますね。ここに、書いていないですけれど、もう一回今読まないんですけれど、聖霊のイエス様のバプテスマで3人でしたでしょ。父なる神の声は天国から聞こえました。イエス・キリスト様はバプテスマを受けられてましたね。聖霊様は鳩の形で下ってきましたね。3人とも一緒におられましたね。Okay。 まあこういうふうに、聖霊の神聖、聖霊は神であるということを、証明できました。では、ローマ数字の2、聖霊の名、いろんなお名前がありますね。これはローマ数字の1よりちょっと短く
できると思いますけれども、これだけ長くお話ししたいですね。素晴らしい方ですからね。まずね、聖なる霊、聖なる霊と呼ばれてます。ルカ伝11章、まあもちろん聖霊という言葉は聖なる霊という意味ですけれど、ルカ伝、11章の13節は特に明らかだと思いますね。ルカ伝11章の13節、してみるとあなた方も悪いものではあっても、自分の子供には良いものを与えることを知っているのです。とすればなおのこと、天の父が求める人たちにどうして聖霊、またこれをね、聖なる霊と翻訳できるね、同じ言葉ね、聖霊をくださらないことがありましょう。まあ聖書の中でたくさんたくさん出ます、聖霊という言葉ですね、聖なる霊ですね、ローマ書1章4節、ローマ書1章4節、あのギリシャ語ではね、日本語の聖霊というのは2つの言葉ですね、ヌマハギオスという2つの言葉ですね。ですから聖なる霊でも聖霊でもどっちも同じ意味で、両方正しい翻訳ですね。こちらは清い御霊と書いてありますね、あのローマ人への手紙、これはちょっと違った、まあ聖霊というより清い御霊によれば、死者の中からの復活により、大能によって公に神の御子として示された方、私たちの主イエス・キリストです。ここものこの歌詞もね、神、父なる神、まあ、父と書いてないですけど、御霊、父、御子イエス・キリスト、その3人はおられますね。しかし清い御霊と書いてありますね。ギリシャ語でもうちょっと違う言い方で、ちょっと普通の聖霊というよりちょっと違う言い方で、今覚えられないんですけど、清い御霊ですね。もう一つは助け主、これはすごく興味深い、名前ですね。ヨハネ伝14章16節、ヨハネ伝14章16節、ここの聖霊の名前はすごく議論されています。16節、私は父にお願いします、そうすれば父はもう一人の助け主をあなた方にお与えになります、その助け主がいつまでもあなた方と共におられるためです。この、言葉はね、ある翻訳では、日本語の翻訳全部助け主だと思いますけれど、ある翻訳は慰め主と翻訳しますね。慰め主、とにかく困った時助けてくださる方ですね。で、こういう説明ありますね。このギリシャ語の意味は、助けるために呼び出された、横に来た方ね。ちょっとね、助手という、まあ、助手という単語は違うんですけれど、ちょっと似てますね。あ、助けてくださいで、もう手伝いに来るでしょ。あ、お願いしますとすぐ手伝いに来るでしょ。ね。まあ、聖霊さんは私たちの部下ではないんですけれど、呼べば来る。ね。願ったら助けてくださる。あ、どうしましょうと聖霊さんは一緒におられます。呼び出さ、こう助けるために横に、自分の横のところに呼び出された方ですね。まあ、慰め主、助け主、この両方の翻訳は可能ですね。英語のキング・ジェームズ訳という有名な翻訳は、Comforter、慰め主ですね。困った時に手伝って、助けてくださるね。素晴らしいお名前ですね。次、恵みの御霊、ヘブル書10章29節、ヘブル書10章29節、そして神の御子を踏みつけ、自分を聖なるものとした契約の地を
汚れたものをみなし、恵みの御霊、ここですね、恵みの御霊と呼ばれています、を、侮る者はどんなに重い処罰に値するが考えてみなさい。このイメージ、ここのイメージはね、聖霊様は来て恵みを与えようとしています。なんだキリスト信じたくない、うん、こう血だらけの宗教、もうキリストの血って何ですかという時は、聖霊様を踏みつけることですね。もうひどいことですね、まあ恵みの御霊と呼ばれてますね。素晴らしいお名前ですね、4番真理の御霊、14章ヨハネに戻って14章17節、ヨハネ14章17節、その方は真理と御霊です。世はその方を受け入れることができません。世はその方を見もせず知りもしないからです。しかしあなた方はその方を知っています。その方はあなた方と共に住み、あなた方のうちにおられるからです。じゃあ聖霊様は内在ね、心の中に住んでおられるという箇所で、真理の御霊、正しいことだけ教えてくださいね、15章、同じ15章26節、私が父のもとから使わす助け主、すなわち父から出る真理の御霊が来るとき、その御霊が私について証しします。16節、16章13節、じゃあ聖霊様はイエス様のことの、イエス様の真理を教えてくださいます。13節、しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく、聞くままを話し、またやがて、起ころうとしていることをあなた方に示すからです。じゃあ聖霊様は、ここでも真理の御霊で、この箇所によると聖霊様は啓示を指導します。啓示というのは神様からの御言葉を預かる。聖書を書いた人たちは神様の啓示を書きました。で聖霊様は聖書 の, あの霊感を、見守るというか導くと言いますね、なさいますね、okay。第一ヨハネ5章6節とすると、この言い方はヨハネのですね、聖霊 の, お名前をね、真理の御霊と呼ぶのはヨハネだけです。面白いですね、ヨハネはね、聖霊様をよく知ってたと思いますね。第一ヨハネ5章6節、このイエス・キリストは水と血によって、とによって来られた方です。ただ水によってだけではなく、水と血によって来られたのです。そして証しをする方は御霊です。御霊は真理だからです。面白い、イエス様は私は真理であると言いました。ヨハネで14章6節、聖霊様も真理であると書いてありますね。ヨハネは深いですね。E2 の E、知恵と悟りの霊、これはイザヤ書、旧約聖書も聖霊の啓示ありますよ。新約聖書だけじゃないです。イザヤ書11章、新約聖書の方は多いですけど、旧約聖書はね、特にイザヤはね、聖霊様をよく知ってたと思いますね。11章の1節、エッサイの根株から、新芽が植え、その根から若枝が出て実を結ぶ。2節ですね、2節ご覧ください。その上に主の霊がとどまる。それは知恵と悟りの霊、計りごとと能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊であるんだね。だからここはね、あの知恵と悟りの霊とだけ書きましたけれど、それだけじゃないですね。この箇所では計りごとと能力の霊とも呼ばれてますね。ですから、あの深いですね。この箇所だけ読むとね、聖霊様の素晴らしいことが出ますね、主を知る知識と主を恐れる霊であるんですね、okay。 新約聖書に戻ると約束の霊と呼ばれています。エペソ書1章13節、
ペソ書1章13節。お読みします。またあなた方もキリストにあって真理の言葉、すなわちあなた方の救いの福音を聞き、またそれを信じたことによって約束の聖霊ですね、約束の聖霊をもって証印を押されました。この証印というのは1世紀のローマ帝国の習慣であり、日本人の、印鑑に似てますね。ただ指輪とかでしたね。指輪多かったんですね。そしてワックスに押すんですね。聖霊様は神様からいただいた私たちのその証印ですね。イエス様を信じた瞬間、聖霊様は心に入って、その時から私たちと共におられます。ですからその意味でもう神様の約束を守ってくださる方は心の中に住んでおられます。約束の聖霊、いつ約束されたかというと、イエス様は、ヨハネ20章ですか、吹き出して聖霊はあなたの上に来ますようにと言われましたね。そして人の働き1章では、ルカ伝24章、4章では、聖霊が下るまで、エルサレムにもとどまりなさいという箇所あって、人の働き2章で聖霊様は下ってこられましたね。その時から私たちの心に住んでおられます。約束の聖霊、栄光の聖霊とも呼ばれてます。第1ペテロ4章14節、第1ペテロ4章14節、もしキリストの名のために非難を受けるならあなた方は幸いです。なぜなら栄光の御霊、すなわち神の御霊があなた方の上にとどまってくださるからです。じゃあ栄光の御霊ですね、神の栄光を表す方ですね。じゃあ次のページ、第4ページですね。聖霊の性格、じゃあどういう方ですかということね。聖霊の性格、残った時間12分だけあります。頑張りましょう。これ全部調べることできるかな。 A、 物事を調べる方、いろいろ調べる、まあ全てご存知ですから、まあどういう意味ですかね、調べる方。第1コリント2章第1コリント2章10節から11節まで、お読みします。10節神はこれ御霊によって私たちに啓示されたのです。御霊はすべてのことを探り、神の深みにまで及ばれるからです。一体人の心のことはその人のうちにある霊のほかに誰が知っているでしょう。同じように神の御心のことは神の御霊のほかには誰も知りません。じゃあ聖霊はすべて ご存知ですから、探る方というのは何ですか。私たちのためだというニュアンスですね。別に聖霊様の知らないことがあるという意味じゃなくて、一人一人クリスチャンのため、信者のためにいろいろ探るというのはもう私たちへの愛の印ですね。ジョン・ハインズのために何が一番いいです、田中太郎という信者のために何が一番いいですかと聖霊様は探るのですね。教える方ですね。 B、 3の B、 教える方。第1コリント2章12節、同じ箇所ですね。12節と13節、12、13、第1コリント2章11と12と13。ところで私たちはこの世の霊が受けたのではなく、神の御霊を受けました。それは恵みによって神から私たちに賜ったものを私たちが知るためです。この賜物について話すには
人の知恵に教えられた言葉を用いず、御霊に教えられた言葉を用います。その御霊の言葉をもって御霊のことを説くのです。じゃあ神様三位一体の中、誰が私たちに真理を教えてくださいますか？聖霊ですね。ヨハネ16章13節、ヨハネ16章13節、あら行き過ぎ、16章13節お読みします。しかしその方、すなわち真理の御霊が来ると、あなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から悟るのではなく、聞くままを話し、またやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。じゃあ聖霊様はこれから弟子たちに起こることを示す、教えるという意味ですね。聖霊様は教える方ですね。また C、 賜物を与えられる方。聖霊様は賜物を与えてくださいますね。第一コリント12章、第一コリントに聖霊のことたくさん書いてありますね。それはなぜかというと、コリント人のみんなは知らなかったからですね。コリントの教会のみんなは一番聖霊様を知らなかったらしいですね。12章7節から11節までですね。しかし皆の益となるために、おのおのに御霊の現れが、与えられているのです。ある人には御霊によって知恵の言葉をが与えられ、他の人には同じ御霊に、かなう、知識の言葉が与えられる、またある人には同じ御霊による信仰が与えられ、ある人には同一の御霊によって癒しの賜物が与えられ、10節ね、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、ある人には、霊を見分ける力、ある人には異言、ある人には、異言を解き明かす力が与えられています。しかし同一の御霊がこれらすべてのことをなさるのであって、御心のままにおのおのにそれぞれの賜物を分け与えてくださるのです。これは霊的な賜物ですね。ここの賜物というギリシャ語の言語は、カリズマだから、カリズマ運動の意味ですね。カリズマ運動の始まりはこの箇所ですね。で、私は反対します、カリズマ運動ね。しかしこの賜物が与えられるこの、これを教えることは、それだけは正しいと思いますけれど、カリズマ、神様からいろんな賜物をいただきました。何の賜物？霊的な賜物。何のためですか？神様に使えるためです。じゃあ続きましょう。考えることのできる方ですね。ローマ書8章27節。考えることできる。ローマ書8章27節。動物はあんまり考えることできないです。動物はただの、その習慣というか癖によって動くんじゃないですか。ローマ書8章27節をお読みします。人間の心を探り極める方は、御霊の思いですね、思いが何かをよくしておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。この次のは取りなしをしてくださる方ですね。考える方、それから取りなしをしてくださる方。この26節からの同じ箇所ですね。26節、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊がご自身がいいようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよくしておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って生徒のために取りなしをしてくださるからです。こうですね。
聖霊様は父なる神にのところに行って、ジョン・ハイムズは悪いことをしましたけれど、許してくださいと取りなしてくださいますね。またはね、このジョン・ハイムズはバングラデシュに行ってます、その不安を取り除いて、その平安を与えて、旅行を最初から最後まで見守ってくださいと。これは取りなしですね。聖霊様の一つの奉仕ですね。 F、 話ができる方ですね。話ができる方、マタイ伝10章マタイ伝10章19と20節、人々があなた方を引き渡した、時、どのように話そうか、何を話そうかと心配するには及びません。話すべきことは、その時示されるからです。というのは、話すのはあなた方ではなく、あなた方のうちにあって話されるあなた方の父の御霊だからです。お話しできる方。ただの影響だったら、ただの神様の現れだったらお話しすることないでしょう。これはやっぱりイエス様の、聖霊様の性格を教えている箇所ですね。お話しできる方ですね。黙示録2章7節。黙示録2章7節。耳のある者は御霊の諸教会に言われることを聞きなさい。勝利を得る者は、私は神のパラダイスにある命の木の実を食べさせよう。電話が鳴る。取って聞く。もしもし、相手は、すみません、私はなんとかなんとか。これは性格ですね。その人の性格はちょっと出ますね。明るい人ですか。ね、頭いい人ですか。僕なんとかでだったらね、ちょっと変な人とかね、性格は出ます。お話を通して聖霊様はちゃんと性格を持っておられますね。 G、 神の働きを監督される方。人の働き13章2節。だから人の働きはね、聖霊の働きですね。13章2節、彼らが主を礼拝し断食をしていると、聖霊がバルナバとサウロを私のために性別して私が召した任務に就かせなさいと言われた。じゃあ聖霊様は指導者ですね。監督ですね。世界宣教の監督です。16章の6節と7節。16章の6節7節。それから彼らはアジアで御言葉を語ることを聖霊によって禁じられたので、フルギア、ガラテアの地方を通った。私は中国への宣教師になりたかったんですけど、聖霊は日本に導いてくださいました。監督ですからね、指導者です。聖霊様はね、ここでアジアに入ることを禁じられたんです、聖霊によって。20章28節、もちろん、人の働き20章28節。あなた方は自分自身と群れの全体とに気を配りなさい。聖霊は神がご自身の血をもって買い取られた神の教会を牧させるために、あなた方を群れの監督にお立てになったのです。じゃあ牧師をお召しになる方は聖霊様ですね。私は聖霊様に導かれて召されたんで牧師になりましたね。正しい方、聖霊は正しい方。ガラテヤ書5章22と23。このガラテヤ書5章のこの箇所はね、一番聖霊はどういう方かと教える箇所だと思いますね。
私たちも同じ実を結ぶべきだということですね。ガラティア書5章22と23。聖霊様はどういう方ですか？こういう方です。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる、律法はありません。聖霊はどういう方ですか？愛してくださる方ですね。その実は聖霊様の現れですからね。愛してくださる方、寛容してくださる平安の方ですね。親切です。聖霊様いつも親切です。善意ある、誠実ある、柔和、本当に優しい方ね。自制ですね。悪いことしない方ね。素晴らしい聖霊様です。正しい方です。こういう方ですね。そしてローマ書の3の愛、イエスに栄光を与えられる方、ヨハネ16章14節。終わることできるかな。もう時間、終わりそうで。16章14節を読みします。御霊は私の栄光を表します。イエス様は話してますね。私のものを受けてあなた方に知らせるからです。第一コリント12章3節ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのではなければ誰もイエスは主ですということはできません。だから聖霊様の話は大体イエスキリスト様についてです。教会に行って、ああ素晴らしい聖霊様、聖霊様をこうなさいました、みんな聖霊の力こうなんとかなんとかなんとか、1時間全部聖霊についてだったら、その礼拝は間違ってます。本当に聖霊の力あれば、本当に聖霊の導きあれば、イエスキリスト様のことですねと言って、私は今50分聖霊様の話ばっかりしましたけれど、これは大事なクラスだと思いますからね、教えなければならない。じゃあ最後にというところをご覧ください。最後に、聖霊による、聖書によると聖霊は誠に性格を持っておられます。ただの影響ではなく、性質を持っておられる神であり、唯一の三位一体の神の一人の性格です。今私たちと共におられることを覚えましょう。これでじゃあ、終わりにしたいと思います。で、後で終わってから質問あってもいいですけれど、ではお祈りをさせていただきます。天国の愛するお父様、この50分でちょっとだけ聖霊のこと、聖霊の教えに触れましたけれど、この素晴らしい聖霊様を感謝いたします。私たちも聖霊と同じようにイエス・キリスト様を中心にできるように見守って助けて満たしてください。主イエス様の尊い皆によってお祈りします。アーメン。ありがとうございました。